もしてくれるけど優しいからだんだんチェンジならショックなの。ドラマのドラマや。うんと、なんかさ最近さ、うん、めっちゃクッキーカップルのさ、うん、インスタグラムにメッセージがめっちゃあるの。なんで？韓国男女のずっと優しいよ。韓国人男性がプリンスそんなイメージ本当にじゃないや。じゃあなんで最初だけ優しくするの？もちろん最初にはこんなに全部女性の代わりにしますができますし、でもだんだんチェンジができますじゃな。でもでもはいはいはい、まだ終わりません、まだ終わりません。チェンジからあなたが嫌いやそんな意味じゃないを聞いてください。聞いてます。好きの心が他の好きな心をチェンジしましょう。何他の好きな心？例えば最初には本当に綺麗だっけ、本当に可愛いだけですけど、今は彼女の優しいとか買い物上手ですね、これも魅力じゃない。それも好きなポイントで一つじゃな。それも分かりますけど、うん、なんかドラマとかも見てて、うん、最初から小さい時から例えばお母さんをめっちゃ大事にする女性だから、うんうんうん、そんなのが習慣があるから、うん、変わりませんと考えますよじゃがめっちゃ多い日本人よじゃが。そうじゃないです。変わります。変わりますけど、なんかベージックメノとかメノ、例えばドアルオープンとか、今も私がこんなんはじゃな。あ、そうだ。最初には誰が女性に、これを誰が見せますよ。だんだん時間が패스하면いろいろなことをお互いに見せますがもっといいし。でもレディーファーストはなんかしてほしいもん。あ、レディーファーストこれもしてくれるけど優しいからだんだんチェンジならショックなの。ドラマのドラマや。그리고考えね、今어떠시가変わりました。응。何が？ショック。正直私聞こえません。聞いてるじゃん。本当に変わりませんけど、キムキョンシー君はプラスで失礼も多くなったね。なんかデジ見て、あ、クリコーとか、うん。最初には私がそんな言葉を知りませんでしたし、日本で豚。いや、デジと話しますじゃないか。ごめんなさい。私がそんな冗談しても、クリコが、あ、キムキョンシー君に私好きじゃないね、そんな心がありますか？ありませんし、うん、あ、그냥冗談にね、知ってますし、うん、彼氏が冗談をしますとき、彼女が、あ、めっちゃ気持ち悪いごん、それなら彼氏が悪いや。でも彼氏が冗談しますとき、彼女が、あいご、終わりならば冗談や、うん、そんなに気持ち悪いときがありますめん、彼氏に話がいいし。하지만나는지금기분이나빠요。ここが心や、ここが心や、好きな気持ちがここにありますが、ここ上、冗談もしますご、喧嘩もしますご、そんなもんめちゃめちゃありますんで、ベースは好きじゃな。そこベースがちょっとディリートがありますめん、他の人は知ってます、うん、なんか違う冗談、酔っ払う時なんか違う。사랑을하는동안사람의마음은똑같을수가없겠지만그속에깊은내면에는항상그좋아한다는마음이똑같기때문에점점변해도사랑하는마음은똑같아요。뭔얘기야이게대체。好きな気持ちは付き合った当初と同じだとは言っても、やっぱり表現してほしいっていうのは女性だからあると思うので、なんかひどいなって思った時はあの時みたいに優しくしてって言うべきだと私は思います。당신의생각을教えてください。